はい、えー。皆さん、今回もこの音声を聞いてくれてありがとうございます。そしてですね、毎回動画を見てくれる方々、本当にありがとうございます。今回はですね、この2分30秒の以内で、えー、伝えたいこと、あなたの持ち物、すべて自分でデザインして、今からどん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 販売していこうよということなんですね、えー。この時代が今もう、もう完全に来てます。 今はですね、普通のお店とか、ショッピングセンターとか、モールとかですね、ネットとかで購入している方がいるかもしれません。えー、どっちかっていうと、僕はですね、もうこう、あの、完全にいます。 あなたはもう販売手に回,回らないといけないんです。自分で物を作ったりとか、自分の物をデザインして作ったりとか、ブランド物を買ったりとかっていう時代じゃないんですね。自分のオリジナルブランドを作って、それを販売して自分で身につけるという時代になるんですね。私自身もどうしてるかっていうと、もうほとんどがですね、自分のもの、もう、あの、財布だったりとか、バッグだったりとか、帽子だったりとか、腕時計だったりとか、下着だったりとか、靴とかですね、持ち物すべてサングラスでもそうですが、ほとんど全部自分のもを使う、あの、 作ってつ、えー、けてるんですが、また、えー、他にはですね会員様にはですね会員様が作ってくれたものを身につけるようにしてるんですね。いわゆるですねこういう時代がもう来てます。でどんなことが言いたいかっていうともう販売店になるかあの買う側になるか。 なんですね。もう二極化されてるんですが、私は常に自分のものはすべて自分で、えー、作る、デザインする、こだわりを持つ、飲むものすべて、コーヒーだったりとかですね、やはり美味しいものを徹底的に追求したりとか、もうそこまでやっぱやり,やりたいなと思ってるんですね。なぜかというと、やっぱりいいものを追求していきたいからなんです。で、そうやって人生をどん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 同じ時間ですけども、より食べるもの、取り入れてくるもの、つけるもの、身につけるもの、えー、出会うものすべてにですね、こだわりを持って生きていきたいなと思います。えー、あなたは今日、 あのこのメッセージでどのようなあの感じ方をしたいでしょうかぜひです、ね、また引き続き動画アップしていきますので見てくださいそしてです、ね、また YouTube のチャンネルを登録してまたプレゼントとかです、ね、また公開していきますのでよろしくお願いいたしますそれ,ではそれではまたお会いしましょう、はいえー、今回も動画を見ていただいて本当にありがとうございました、えー、ぜひです、ね、こちらの方に YouTube のチャンネル登録もできるところありますのでぜひチャンネル登録をしてまた次の動画を見てください はい、いつもありがとうございます。